どうも、マサズアウトドアチャンネルようこそ、マサニーでございます。さあ今回も私マサニーのナレーションとともにスポーツスター 1200R の走行動画お楽しみください。いやー今日はねかなりいい天気で絶好のバイク日和ということで、ではまあサムネでもあるように僕のお気に入りのラーメン屋に行こうと思っております。僕はね結構ラーメンが好きで、まあよくよくバイクでラーメンを食べに行くんですけども、バイクで行けば、まあ、どんな量でもやっぱり美味しくなるという、まあもちろん美味しいものばかりなんですけど、バイクで行けばさらに味が美味しく感じるという、まあ、これを我々バイク乗りはバイク補正と、言ったりしています。まあなので美味しいものを食べようと思ったら、バイクで行くことをお勧めしますね。それでは、今回の走行動画たっぷりお楽しみください。
さあ到着しました、今回行くお店ラーメン屋さんは麺屋福蔵でございます。ここは僕のかなりお気に入りのラーメン屋さんなので、おすすめでございます。早速入店して、ラーメンを注文したいと思います。すいません、いいですか。はい、豚そば、はい、お願いします。並で、はい、ありがとうございます。さあバイクでほてった体をお冷やで冷やす。で毎回僕が福蔵に来ると大体、豚そばを注文しますね。大好きなメニューで、ございます。豚そば着弾、最高ですね。いただきます。さあまずはスープから。文句なしに美味しい。まあ、そこのスープは、鶏ガラをベースに豚骨と野菜を10時間以上かけて、煮込んだスープでかなり濃厚。そしてこの麺もまた美味しいわけでございます。箸が止まりません。またスープ、そしてこの豚肉、まあ、特製のね薄切りの豚のしゃぶしゃぶでございますね。これがうまい、最高でございますね。箸が止まらない。さあそして少し食べ進めたらこちらテーブルに置いてあるコチュジャンですね、これをレンゲに乗せて、はい、こちらコチュジャン、レンゲに乗せてスープで溶いて、じゃあ味変をするわけでございますね。僕の辛いのが大好きなもんで、まずはスープから。しっかり辛みがついて、またこれも美味しい。箸が止まらない、箸が止まらない。福蔵のラーメンのクオリティは間違いなく、まあ、県内、まあ、金沢トップクラスと言ってもいいでしょう。そしてこの店内でかかってるラジオもいいじゃないですか。いい雰囲気出てます。スープを飲む手も止まらない。僕は基本的にスープも全て、飲み干すタイプの人間なので残さずいただこうと思います。美味しい、最高だ。ごちそうさまでした。